さあやっていきましょうか。君なら闇に負けたりしない、僕はそう信じてるよ。もうダメだやるのはダメだな。頑張ります。行くぜ。さあラストですね。忘却の城行きましょう。そら辺の時はな、半端ない数の部屋だったから苦労しました。さあ最後の道ですね。アンセム、どこだ、どこにいる。何を焦っているのだ。私は闇の中心で待っている。闇の力で突き進むお前の姿を見守っている。さあ同じく始まりのキーカードですね。あんまりマップ数なかったような気がするんだよな。違ったっけ覚えてないんだけど。さあラストですね。どんなんだっけ。そうやっぱこんなもんだよな。そうなんですよ、こんだけしかないんですよラスト。違ったっけまあいいや、こんだけなので、まあ本当にすぐ終わると思います。行ってきます。最後の最後にこういうことをするっていうね最初しかやってませんここちょっとサボってみましたいけるかなということで行きたいと思います。13か。これいらない、これもいらない。まあ何でもいいんだけど。はい、じゃあ行きましょう。ついにラスボス戦ですね。まあレベル上げをちょっとサボったので今どのくらいでいけるか分かりませんが、どんなやつだっけな、もう覚えてねえな。出てこいよアンセム、匂いでわかる。お前の力見せてもらった。闇の力を使いこなし、素晴らしい戦いぶりだったぞ。それはどうも。だが分からん、闇を受け入れたというのになぜ私に逆らうのだ。お前と私はよく似ている。二人とも闇に導かれて歩いている。そう、同じ存在なのになぜだ。心のどこかでまだ闇を恐れているのか。そうじゃない、俺はただあんたの匂いが嫌いなだけだ。愚かだな、私の力を知っているはずだ。ああ知ってるさ。忘れたのか、あの時あんたの力をもらったのに俺は空に勝てなかった。あんたの力なんてその程度さ。よかろう、ならば私の闇に沈め。がっはい、おなじみいきましょう。あ、ちょっとすいません、ごめんなさい。よいしょ、あ、デュエルすればよかった。
私を守るのだ。終わった。デュエルしようとするとさ、もう終わっちゃうんだけど。来たぜ、こっからが真骨頂よ。心を解き放つ。あ、ちょっと待って。もうほとんどゴリ押しなんですけど。ちょっと待ってね、回復しないとまずい。あー、くそ、にゃろ。痛て。ちょっと待って、死ぬ。もうゴリ押し作戦でいこう。ラストにこれかよ。おりゃ、いけ。待って。おりゃ、オッケー。最後の最後までこれかよ。危なっかしい試合だな。うーわ。あれ、これで俺だっけ。もう一戦あったの覚えがあるけど、なかったっけ。アンセム、お、これで終わりだ。終わりなどない。お前の闇、私が与えた。私の影、消え、いつか再び。うお、自爆。ソラ、帰り。君は一人で戦うって言った。でもこれぐらいの手助けは構わないだろ。今のシーンもよく覚えておいてくださいね。リンクしますから。これからどうするの？うちに帰るのかい？消えるまでは帰れないな。感じるんだ、ほんのかすかだけど、あいつの匂いを。まだあいつの闇に囚われているのかもしれない。君の闇は君のものだよ。君の光と同じようにね。今まで僕は闇というのはあってはならないものだと思っていたんだ。でも君と一緒にいるうちに考えが変わってきたよ。リクが選んだ道はもしかすると光と背中合わせの闇が誰も知らない姿で触れ合う可能性につながっているのかもしれない。その道の先にあるものを僕も見てみたいよ。君と一緒に歩きたいんだ。王様にそんなこと言われるとなんだか恥ずかしいな。僕だって君に王様なんて呼ばれると照れちゃうよ。わかったよ、ミッキー。ついにこのシーンか。顔出していいのか。フードかぶんなきゃ。
今度は何を選ばせる気だ。光への道か闇への道か。どっちでもないな。光と闇の中間だ。闇夜に続く黄昏の道か。そうじゃない、夜明けの道さ。というわけで終わってしまいました。キングダムハーツリチェインオブメモリーズ陸編ですね。早いあっという間すぎる。空編がね、確か15、6回で終わっていたと思うんですけれども、陸編はなんと6、7回で終わってしまうということで、いかがでしたでしょうか、このキングダムハーツリチェインオブメモリーズ陸編。まあリバースリバースというタイトルなんですが、まあ、あの空編が分かっているので大体の流れは分かっていたと思うんですが、ゲームシステムもねそんな変わらないので、久々にできていろんなことも思い出しましたし、あ、やっぱこことここがこうつながってるんだなっていうのがなんとなく分かりました。まあ、なんとなくですけどね。やっぱ難しい、このゲームストーリーをつかむのがなかなか難しいですね。まあ空は眠ったままということで、今波音が見てるんですかね、そっとそばで。で、陸は陸の道を行くということで、眠らずに夜明けの道を行くと。やっぱかっこいいな、陸。このゲームやってて、あとは陸を使ってて思いましたね。やっぱ陸かっけえな。かっこいいっすわ。ねえ。やっぱり空辺と比べるとね、デッキがこう勝手に決められているので、戦いにくさっていうのはやはりありましたね。ただ、空と比べると陸の方がどっちかというと扱いやすかったかなという思いはありましたね。強い、やっぱり陸の方がその D モードってやつに入った瞬間にすごい強くなるので扱いやすかったですね。空辺よりはボスにはそんな苦戦しなかったですかね。ラスボスもあっという間に倒せましたし、まあどちらかというとこのキングダムハーツチェーンオブメモリーズっていうゲームがね、そもそも空辺メインの話だと思うので、まあ、おまけといったらね、ちょっとリクがかわいそうですが、なのでそんなにこう長めのストーリーはなかったと思うんですが、まあ、どちらかというとこのストーリーというよりはレベル上げというか雑魚敵との戦いがやっぱりその空辺と同じようにすごい時間かかっていたので、一つのそのマップを全部攻略するのに1時間ぐらいかけてやっていたので、まあそれぐらいは普通なのかな、やっぱり。ただそこはずっと収録してないでこうカットしてたので、ずっと一人で黙々と戦ってましたね、雑魚敵と。やっぱりこのなんだリクっていうねキャラクターが初めて使えるようになったソフトなので、すごいやってて面白かったですね。リクが使えるんだっていうのがあって、新鮮な思いでやってた覚えはありますね。やっぱり初めてこのチェインオブメモリーズっていうゲームをやった時には空しか使えないものだと思っていたので、でクリアした後にそのリバースリバースっていうゲームが、ゲームというかね、まあ、陸編が出てきて、うわーと思って感動した覚えはありますが、やっぱりこうね、空とは違った感覚でできていたので面白かったかなっていう思いはあります。ただやっぱ陸はねずっと一人でこう旅じゃないですけどねやってるので若干寂しさはありますよね。やっぱり空だとドナルドとグーフィーが一緒にいるからなんとなくね寂しくないんですが、まあ、結局最後にはねミッキー出てきたんですけどね、あ、王様ねやばい名前言っちゃった王様出てきたんでよかったかなと思います。このレプリカリクもねかわいそうな運命ですよね。最後のこれは同じですね。やっぱりカイリー出てくるたびに声が違うような気がするんですけど気のせいですかね。まあ、とにもかくにも、これでキングダムハーツ3チェインオブメモリーズの、実況は終わりました。空編とおっとリク、空編とリク編両方終わったのでこれでついに完結という形になります。ありがとうございました。またですねその数日経ってからラジオの方は上げてみたいなというふうに思っておりますので、また何か質問等があればメール等していただければと思います。あ、これはその辺にも映ってた男の子ですね。で一緒にいるアクセル、で顔は映りませんね。映んないのかな、
あーやっぱ映んねんだなで眠ってる空を、お、あーなるほどねなるほどなるほどやっぱね、今のなるほどっていうのが分かりたい人はぜひですね、キングダムハーツ2をやってみてください。キングダムハーツリッチェインオブメモリーズでした。うん、面白かったです。で、トワイライトタウンですね。忘れられた約束を果たしに君のいない道を行く。並んで歩いていた道も今は背中合わせで進もう。来たー。それが交わる道ではなくても道はいつかつながる。来たー、やっと顔出たよ。その先で待つ君に会えたら、たとえ別の姿であっても、また約束をしよう。はーい、終わっちゃいました。ゲームレベルはスタンダードモード、 D レポートの達成率 99% だった。あら、あと 1% なんだろう。てか D レポートってなんだそっからなんだけど。コレクターズランク、カードに訓な、何これ字が汚い、汚いじゃないごめんなさい、汚いじゃないな、潰れてて見えない、なんだろう、君臨セシモンなのかな、わからんな。倒した敵の数4073、スピードブレイクした回数660回、デュエルの勝率かな 89.47%、 D モードの 発動回数なのかな、138回、結構使ってますね。クリア時間11時間9分、そんなに長くはやってないね。確かそら辺の時は20何時間やってたんで、その半分ぐらいですかね。いかがだったでしょうか。キングダムハーツ3チェインオブメモリーズ陸編の実況でした。そうですね、先ほどもお話をしたんですが、これでキングダムハーツ3チェインオブメモリーズの実況は終わりということになります。今までご視聴ありがとうございました。またですね、後日にラジオをやっていきたいと思いますので、このゲームの実況のラジオですね、やっていきたいと思っておりますので、ぜひぜひ質問等があればと思います。いやー、これでキングダムハーツも2つ目ですね、作品終わりました。で、この後の作品がキングダムハーツ2になると思うんですが、どうだろうな、実況はするつもりではいるんですが、すぐ実況するかはまだ分かりません。少し間を空けて実況をやっていきたいなというふうに思っておりますので、また会う日までお待ちいただければと思います。まあ、あまり長々と話してもね、仕方ないと思うので、今回はここまでにしておきたいと思います。Twitter とブログやっておりますので、ぜひぜひ、僕に関する質問があれば、していただければと思います。では、次回の実況もしくはラジオの方でお会いいたしましょう。バイバイ。